作り込んでいくっていうか、作り込んで、そうそう、その周りのライティングとか映り込みとか、そういうんでパシャって撮るんじゃなくて、そのライティングとかその反射とかで、例えばボトルの写真だったりとか、ボトルの縁なんかあれ透明でしょ、はい、透明です。だから縁のところに実は黒を少し反射させて写してるんです、であそこの縁をあの輪郭を出すように、だからここら辺に撮影するときに必ずここら辺に黒を板を置いてるんですよ、後ろ足の。結構されてるんですね。そうそうそう、商用でジュエリーも同じで、そのボトルとジュエリー取るのが本当に難しいっていう。反射ばっかりだからってことですよね。服とかだったら何も反射しないけどみたいな、映り込みっていうんですかね。